それではお待たせいたしました榊原総括始めたいと思いますよろしくお願いいたします。はい、えー、今日も取材の方ありがとうございました。まあ、全10試合ってことで、あのー、最初の出だしの1試合目2試合目3試合目、あのー、過去最高のスピードで大会が終わってしまうのではないかなと思いましたが、まあまああのー、筋書きのないドラマ格闘技あのー。 いいろいろその後もあのも判定ありブーイングもいただきまたあの壮絶な一本、KO、あのドラマチックな展開が全10試合並んだことに本当にあの戦ってくれた全選手に感謝をしたいと思いますし、まあ、今日もあの観客の皆さんの熱が本当に1試合目からすごくてあのそのその ファンの皆さんの熱気と声援に背中を押されてですね、全、えー、10試合、あのー、本当に僕らが届けたい風景が、あのー、いろんなところに詰まっている素晴らしい大会だったなと、えー、そう思っています。 まあ、いろんな意味でこう対比されるというかですね、金原選手41歳、鈴木千尋24歳、まあ、フロックで、えー、チャンピオンになったんじゃないのって、アゼルバイジャンの試合を現地で見た、えー、マスコミの方もそうですし、日本のファンも少ない中で、ですね遅い時間に、えー、ペーパービューでご覧いただけた方っていうのは、そんなに多くはなかったと思いますが、やはりこの金原という、まあ、僕らが今、あのー、 大臣のフェザー級の中でこうラインナップする中でいうとやっぱりあの実力者であるしまあクレベルにもしっかりえ勝っているしということでえ実績も含めてですねあの文句ない最強の挑戦者だったと思いますがその金原を完膚なきじゃないですが圧倒的なワンサイドゲームでえー勝ってみせる鈴木千尋選手の やっぱりこの可能性というかポテンシャルというか実力に改めてあの脱帽するというかですね、まあ、ライジンのフェザー級を託すにふさわしいチャンピオンだなということで誇らししく思いました、まあ、あの本人もピット・ブルとやりたいと言ってますしピット・ブルもぜひと言ってますしベラトール PFL 含めてですねその試合はぜひ全米でということを言ってきてますので。まああの タイミングを見て、えー、海外に送り出す我らがチャンピオンをです、ね、送り出すことも近い将来起こりうるなとそんなふうに考え感じてます。あとあのショーケース的にやったんですけども国別対抗戦日韓対抗戦まあやっぱりあのチーム戦になるといきなりこうなんていうんですかナショナリズムを感じる。 もんなんなですよねだからあの単発の試合でもそれぞれの国の誇りを威信をかけて日本の代表韓国の代表アメリカの代表ってそれぞれいてまあみんな当然アゼルバイジャンの選手が勝てばそのアゼルバイジャンの国旗を掲げ今日もウズベキスタンの大使館からたくさん来られててウズベキスタンの国旗を掲げて応援してましたけど。 ななかなかの単発のワンマッチだとナショナリズムをそこまで背負って戦うってこともないし見る側もそういう感覚って少ないんですけど国別対抗戦というふうにを打って3試合以降、えー、ラインナップするといきなりそういう視点からの興味も湧いてくるんでですね、まあ、今回あの、ライジンの中で初めてこういう形での対抗戦をやったんですけど手応えは非常に良かったですし、まあ、今後もあのいろんな 形での対抗戦っていうのは国別対抗戦はですね考えていってもいいかなというふうに思いました。あと、えー、トピックスでいうとベアナックルファイト、えー、まあ本邦初公開という形で、えー、まあ拳むき出しで殴り合うという、えー、戦いをまあご覧いただけたんですけどもまあこれはまあマスコミの皆さんのあの意見も含めてですね賛否いろいろあると思いますが我々的には。 あの篠塚選手の,あのこの試合を見てですねマイアミで2月に見た時にこれやってみたいって言った思いがあの分かるあの十分彼は自信があるスタイルの戦い方というかですね戦う舞台だなということでまあ篠塚は非常に合ってるんじゃないかなというふうにあの今日このルールでやる篠塚選手の試合を見て思いましたし。 まあ本人は本当にあの2週間ぐらい前ですかねあのお父さんを亡くされてすごく精神的にも苦しい中で、まあ、今日のリングに上がってくれたこと戦うことを諦めなかったことお父さんに向けて、まあ、あのお父さんがクールスが好きであの頭のところに親父の好きな曲で出たいですっていうことで今日曲入場曲の頭に 親さんへのレクイエムとしてですねそういう曲を使ってあの思いを持ってあの上がったあの篠塚選手には、まあ、この本当におめでとうという言葉とともに感謝を伝えたいなとそう思ってます、えー、あとはもう本当にあの米ー,ー選手と井上選手はあの今のままだったら二度と使わないです。本当にあの 何をしに来たのかなと思ってですね1年練習してなんかア,メアメリカ行って試合から離れてて勝ちたかったいやだ別にそれは僕らあの常にルールミーティングで言うんですけど勝った負けたじゃなくて本当に最後の1分1秒まで1本 KO を狙えと僕らは勝ち負けはこだわらないプロモーションだってことを口酸っぱく言ってるのに最後まで行けなかったってまあ競技者じゃないんでわからないですけども。 ででもお客さんんのブーイングはは聞こえてるはずだと思うんですよねそれを桜庭を目指して桜庭に触発された井上選手であるならば桜ははあんんなな試合は僕はしないと思うんですね、まあ、本当にあのリングの中にいてリングの外にいるもう一人の自分が今何をするべきかってことを常に桜庭なんかは意識してもっと行けっていうふうにもう一人の自分が言うんだっていうふうにプライドの時代も言ってた人だから。 3ラウンドずっとあのぐるぐる回る展開を見せられて、まあ、本当にあのファンの人たちもそう思ったと思いますしプロモーターも、まあ、ああいう作品しか作れないんであればまあ二度と出番はないなとはっきりあのこの場で宣告したいとそう思っていますあのただ今日がもうあのそういう京都だったけどもうチャンスをあげないってことではないんであの改心してあの 本当にに負ける勇気を持っってて勝ちに行ほしいなとそう思ってますえあの,他の試合もちょっとそれに近いものもあるものもありましたがあの工業論でいうと全試合がスイートっていうか甘い試合はないと思ってるししょっぱい塩試合があった方が甘さがあのスイカに塩をかけるようにですね甘さが際立つんでそういう意味では全体トータル工業としては非常に あのピークエンドの法則で終わりに良ければすべてよしというような形に結果になったんで本当にそういう意味ではあの満足はしてますけど個々の試合でいうとまあ選手にはもう少しライジンに上がってきた以上は見せる試合をですねやってほしいなとそういうふうに思う選手もいたという状況でございます。この後は質問を あのに答えさせていただく形で進めたらいいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではご質問ある方いらっしゃいましたら、はい、一社三問ずつぐらいでまずお願いいたします。オリコンニュースイガラです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。佐々木バラさんの直前にインタビュー来られた鈴木千尋選手があの七、ー、月よろしくねって佐々木バラさんに言われたというふうにおっしゃってたんですけれども、はい、スーパーライジー3は千尋選手の出場は 駒ああを揃えたいんで、一応あの、言うだけただなんで、言っておきましたスーパーライジスに戦わせたい気持ちと、ピットボールのベルトにアメリカで挑戦させたい気持ちと、これ、あのこれ昨日かなんかも言ったんだけど、あの堀口教授が UFC からプラ,イあライジに戻ってきたときに、堀口は契約の条件の中に、2か月に1回試合を組むっていう条件を入れられたんですね、僕らは、逆に。 だから本当にそのアスリートとしてファイターとして今本当に詰めてでも試合したいっていう,こうハングリーな試合に飢えてる状態のタイミングってあるこれいろんな選手を見ててそうだと思うんですよ那須川天心にもそういう時があったと思いますしだから鈴木選手でいうとチャンピオンではあるけどもじゃあ王座防衛これでお,おみそかねっていう気はないと思いますしゴミ選手の試合も決まっ,たってる中で言えばまあ 本人は怪我さえなければ2週間間隔で試合したいっていうぐらいの状況であの控え室に会った時にもう怪我も大したことないんで一戦も行けますよって言ったんでだったら7月28日って僕が答えた状況ではありますまああの怪我の状況を見ながら728のスーパーライジンに、まあ、王者としてあの出てくれるっていうことになるのはそれを 我々的にはいいかなとでその後本当に秋口に、えー、ベラトールに挑戦というかベラトールにあのチャレンジして大晦日に戻ってくるとかね、まあ、そうそうあのライジの中でも年間3試合でもあの本人的に求めてるんであればできる試合感覚でうまく組めばできるかなと思いますんでそのスーパーライジの前には、まあ、代々木大会っていうまたビッグマッチもあるのでこっちのカードも。 作っていいいかななきゃいけないいう大体できてはいますので代々木のカード発表もまあ5月ゴールデンウィーク明けたらどんどんしたいと思いますし7.28とほぼプロモーションはクロスしてくると思いますけど7.28のスーパーライジンのアンダーカードもあの5月ゴールデンウィーク明けぐらいにはあのしっかり発表できるように準備してますのであのお楽しみにしていただけたらと思います。ちょっとまたこう今日の オープニング映像の中で朝倉海選手が UFC っていうのが決まりですかみたいなアナウンスもあったんですけどそこの状況現状教えていただけるとい、はい、あのー、まあ前向きに話は進めてます、あのーまあ、何度も言いますけどあの大、ー、臣の現王者である朝倉海を、あのー、当然 UFC に 送り込むわけなんで、まあ、我々とすると当然その UFC に「LIZIN」の王者として送り出す以上はそれなりの扱いはしてもらわなくちゃいけないしあのやっぱり会にとって一番結果が「LIZIN」の王者であった甲斐が UFC に挑戦をしてやっぱり日本人初の UFC のベルトを巻くような。 そんなサクセスストーリーにつなげられるようなことにうまく僕らは USC サイドとの調整がつくといいなというふうに思ってますしまあこれが一つのトリガーになって USC の中で USC というか USC を通じて内イというプレゼンのプレゼンスを高めることにつながっていけばいいかなということで。そのバランスを取りながらまあでも あのー、本当に早いタイミングでいろんな発表がこれもできるんじゃないかなと思います例えばこのイリー・プロハウスカみたいにこう契約来自の契約を終わって UC にまた一から賛成しますよみたいな形ではない流れをちょっと考えてえいやそうまあこれもケースバイケースだと思いますね本当にあのイリーも,もいずれにしても UC のマッチメーカーと我々と協調して話をしてまあ,あのマネルケープですらそうですしというのはやっぱり せっかく送り出すんだったら UFC とライジンで揉めたら UFC はライジンでの回の活躍した映像は僕ら貸さないですからだからやっぱり気持ちよく僕らも貸すべきだというふうに思ってるしそこがないと回がどんなにすごい選手かって伝わらないじゃないですかアメリカのファンの人たちにもだからそこは一つがあるのとやっぱり回はそれでもミクルもそうだと思いますけどライジンの成長とともに 今までここまで格闘界で駆け上がってきた選手でもあるんでその気づけばもうライジンでしか試合を何年もしてないわけですよだからそこに後ろ足で砂をかけるような形では彼も行きたくないって思いもあるしまあそのうまいスイートスポットを見つけられるような最終調整もでも最終調整だと思いますんで、はい、あのみんなの期待も裏切らずに。あの 常にチャレンジをし続ける朝倉カを見てもらえるんじゃないかなと思いますけど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。ではマイクお待ちします。え、はい、フリーライターの長松田です。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。えっと今日のメインの鈴木選手の勝ち方を見ると、ちょっとフェザー級ライジンフェザー級の中でも頭一つ以上抜けちゃったのかなという感じがしますけれども、ライジンのフェザー級タイトル戦線っていうところでは。 どんな展望があるででしょうかそうかそすね、まあ、本当にでもクレーベル6月のクレーベルとアーチュレッタの試合もあの注目をしているところではありますし、まあ、あの昨日も少しお話したんですけども、まあ、ケラモフも交流が解けてあの出てきてますんであとは出国できたりトレーニングが間に合ったりいろんなことでケラモフはその時間を巻き戻して。あの 一日も早くライジンでああの自分の自国で失ったベルトを自分の自国で受けた恥ずかしめを取り戻したいと思っているキャラムもいるんでですねまあ外国勢に対してまあ本当に日本の,あの朝倉未来以下ですね、えー、平座棋の選手たちがどうそのベルト戦線に絡めるようなパフォーマンスを見せてくれるからなということでまあここは本当に。 役者ぞろいというか群裕割拠しているところだと思いますのでこの6月とスーパーライジンのこの2大会で次なる鈴木千尋の、あのー、挑戦者というのはだんだん見えてくるような気がしますすみません、あともう一つきょうベアナックルやってみて今後もライジンでっていう感触はまあ僕ら的にはやりたいなと思ってます。あのー まあ本当にあのベアナックル側とはもっと総合的に大きな話もしてるんでこ、まあのコーナーマクレガーもオーナーになったりとかですねいろいろ動きも活発にありますからあのベアナックルとプロモーションとしてのベアナックルっていう団体とうまくアライアンスを組むことっていうのはいろんな可能性が広がると思うしまあ 国内に今日みたいにあの持ってきてベアナックルの試合を提供するっていうのもあると思うけど積極的に、まあ、篠塚選手も実は LA であのこのタイミングでやるはずだったわけですから一、まあ、日も早くは全米デビューをあの篠塚選手なんかはさせてあげたいなと思ってますありがとうございます。その他ご質問ある方いいらっししゃいますでしょうか はい、では、後方にマイクをお願いします。マイナビニュースの菅原です。すえっと、ちょっと今回の大会について、ファンとか。でも、ちょっとチケットの売れ行きがいつもよりちょっと良くないんじゃないかみたいな声がありまして。ちょっと朝倉未来選手もツイッターというか、エックスで。あの、触れたりたりもするんですけども、あの、榊原さん自身はちょっと今回について、どう思われてますでしょうか。うんと、まあ、そういう意味で言うと、あの、全部ソールドアウト。 してないのはもう、ね、当日まで全研修用意して販売させていただいたんで、まあ、それをもって売れ行きが悪いというふうにはあんまり考えてはないんですけどここあのあ有明アリーナってまあででかいんですよあの代々木第一よりもでかいっていうかキャパとしては大きなキャパなんであの、まあ、当然僕らはあの同じ経費をかけるわけだから。 あの全部売れた方がありがたいっちゃありがたいですけど当然ゴールデンウィークも始まってる中でいろんなエンターテインメントもあれば旅行もあればいろいろある中でまあ関東圏での大会がまあ,あの今の時点で発表させていただいてるだけでも代々木があって728があってっていうとまあ全試合全大会迷わず来てほしいんですけどね。 あのまあ、ちょっとここはお休みしてペーパービューで見といて代々木は行こうとか728はそれは絶対行くとかいろいろあると思いますんで、まああのであんまり気にはしてないですけど、はい、売り切れなかったっていうのは事実ですね、まあ、朝倉未来に言われたかないですけどあの、ね、ほんとブレイキングダウンでだったら1万何人近くの観客入れてやってみろよって話なんで。うん 一応朝倉選手のニュアンスとしてはあの会場のチケットを売り切れないなんて日本の MMA は盛り上がってないなっていうちょっと泣きの絵文字みたいな感じなので、はいはい、そういう感じなんですけど <laughs> 大きなお世話ですね、本当に。じゃあ自分が試合しろっていうねこれで728が売り切れなかったらどんなこと言うんですかね楽しみですね、本当。ありがとうございいます、はい、では続いて 今、工業面の話をしていただいてちょっと競技面の話なんですけれどもあの本で鈴木千尋さんの本が選手の本が出たんですけどもちょっとあの今、ライジンのルールの方のがウェブサイトでちょっと充実してないっていう面がありましてで例えばルールブックみたいなもので出版できないかっていうのをあのやっぱり商業ベースに載せたら ななんていうのかなコラムとかして面白くしたらできるものじゃないかなと思っててまジェイモコの方も忙しいのかもしれないですけどそういう形はどう思ってらっしゃるのかお聞かせ、はい、あの新しいファンをあのどんどんファンも選手たちが時代を変えていく若い選手たちの活躍が目立ってくるのと合わせて新しい新規のファンの人たちはまあわかんない人多いと思うんでやっぱりそこは本当にしっかりあの。 伝えていくべきことだとだ思うんで、まあ、ご指摘いただいたとおりどこかできちっと、まあ、昔は本当にパンフレットに載せるとかねあのいろいろしてましたけど、まあ、今はパンフレットをご購入いただく率も実はすごくあの観客の人数入っていただいた人数の中で少ないですしまあ,あの会場で来た人たちに配るっていうのもそうかもしれませんしまあ少なくてもそのホームページとかいろんなところで。 あの見て、あの文書で書くだけじゃなくて、本当は映像とかで、ね、分かりやすくしてあげる、してあげるというか、させていただいて、ファンの人たちの理解をあの啓蒙するという、促すことは必要だと思いますんで、ちょっとあの貴重な意見だと思うんで、前向きにジェーモクの人たちとも相談してやっていきたいと思いますありがとうございます。はい、では、後ろからマイク、お願いします。 あ、お疲れ様でした。あの IT メディアの今野と申します。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。あの先日のあのインタビューでですね、あのー、7月27日はザマッチの視聴数を超えたいと PPV でですね、というあのー、ご発言もありましたけれども、まあ今の時点でこう手応えとかですね、あとはこう本当に超えるために何が必要だと思うかっていうところですね。あの今回もなんかもう YouNext もあれば、えー、Abema もあれば、こう YouTube で いろんなドキュメンタリーが流れたりとかもう見るのが結構大変なくらい各プラットフォームがドキュメンタリー流してこう盛り上げてとていうのもあったんですけどまあそういうのも一つあると思うんですが728に向けての,の意気込みみたいなものを教えていただけますすかそうですねまああのこの4月も728に向けたあの当然、事前のこうプロモーションにつながっていくと思いますし6月もそうだと思うんでまあ点を本当にどう線につなげるかということと まあこればっかりはいくら広告宣伝したからってまあ皆さんもそうよくお別れだと思いますけどまあ興味がなきゃ読みもしないし見もしないんでどんだけみんながこれは見ないかんなっていう思わせるかっていう仕掛けをこれは多分ソフトロンの中でまあその出し方とかタイミングとかどうメイキアップするかっていうのはもちろんあるんですけどまあ今のえー朝倉未来 VS 平本蓮 まあこれは本当にあのファン待望のカードでもあると思いますけどじゃあ、これだけで1本で勝負ができるとは思ってないんでまあこれも、残りこの5月、6月、7月まだ3ヶ月あるんでうまあみんなをワクワクドキドキさせてですねあのこの試合がいかにスペシャルな試合になるかっていうのはあの実はまあ今日は言わないですけどいろんなアイデアもあるんでやっていきたいと思うしまあ当然、アンダーカードも。 本当にみんながまさかそれがここで来るかよっていうようなそれをどれだけたくさん積み重ねるかあのまあ,あの期待してもらって多分あの僕らなりに自信があるカードがあるんでそういう50万件超えてやるっていうのもあの発言してることで、まあ、今日もみくるともその辺のすり合わせは随分会場でできましたから楽しみにしていただけたらなと思います。 ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、はい、では前からマイクお待ちします。すみません、日刊スポーツの千葉と申します。あの。今のあれに補足してのことなんですけど、現時点で、あの。桜木原さんの中で、朝倉対、平本っていうのは、メインイベント。 のよううううなな感じでで大会はやるやろうととそすすねもうメインしかないと思い思ます朝倉未来と平本をメインにしていかにアンダーカードをあのみんなにあの驚くようなカードを並べるかまあみんなが驚くっていうかまあみんなが見たいって思うものをあの並べていけるかっていうことだと思いますんでこれはまあ本当に6月と7月あのバランスをうまく考えながら。あの 7月だけ良ければいいっていうわけじゃなくて6月は6月で堀口ペティスっていうのはとあのアチュレッターとクレベルは決まってますけどまあもう既に準備してるアンダーカード含めてですね6月が To Be c コンティニューでどう7月につなげていけるかっていうのもいろいろアイデアを考えてますんでまああの今しばらくお時間いただいて、えー、発表を楽しみにしていただけたらなと思います。 ということはそのスーパーライジンス3っていうのはえっとまあ格闘界の頂点を決めるというよりはよりもっとエモーショナルな感じに訴えかけて人々のこう来るのを促すという感じになっていく。まあそうですね本当にあのみんなが見たいのはもちろんタイトルマッチっていうのはやっぱりそのタイトルを取る失う含めてやっぱりそこに勝負論が生まれる一つのあの装置として。 やっぱりタイトル待ちとかその、まあ、ライジンの中の最強最高峰っていうのを決めるという,こう一つのトリガーになってるんだと思いますけどまあ実はみんなが見たいものってそれだけじゃないじゃないですかだから本当にみんなが見たいと思ってこれはむちゃくちゃ勝負論があるただ本当に実力測定でどっちがナンバーワンかを決定するっていうまあ本当にナンバーワンを決めるのかオンリーワンを決めるのか まあ、なんかいろいろな角度で、みんなが、その試合に乗っかれる試合を。はい、あの格闘技って、そういう意味では、いろんな角度で、あの。マッチアップができる、マッチメイクができると思いますし、ストーリーメイクできると思ってるんで。そこは、あの、期待していただけたら、いいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、ご質問ある方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは。 いはい、いありがとうございましたまた引き続きゴールデンウィーク明けになると思いますけど、まあ、ゴールデンウィーク皆さん井上尚弥の試合も行かれると思いますが、はい、あのそれはそれであのまたゴールデンウィーク明けたら会見等あの皆さんにお声がけさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします。あありりががととううごござざいいまましした。た。